栄橋、全景栄橋は、一級河川利根川を溶かし、千葉県阿鼻子市と茨城県利根町を結ぶ橋である。千葉県道、茨城県道4号千葉龍ヶ崎線。千葉県道、茨城県道1 7十号阿鼻子とに線が通る。全長273メートル。茨城、千葉の両県の協定により、橋の管理者は茨城県知事となっている。栄橋から、 利根川上流方面を望む。戦後、阿倍コ市をはじめト根川中流域の人口が爆発的に増加したのにもかかわらず、利根川にかかる橋の輸送能力が極端に少なかったため、栄橋の周辺では、阿倍コ市内でも一番激しい渋滞が毎日発生するようになった。そこで下流側に新たに第二栄橋が建設されることとなった。この橋は、 若草大橋という名称で2006年に完成したが、新橋との距離が 10km も離れている上、有料道路であるがゆえに迂回路としての役割を十分に果たしているとは言えず、現在も激しい渋滞が発生している状況は変わらない。そのため、今後は車線増加工事が予定されている。2007年には隣接する深和陸橋で橋梁補修工事が行われ、 片側車線が閉鎖されていたが、現在は完了している。AB、栄橋の管理、茨城県法、第6177号、ピアニッシモ、34、栄橋1930年3月21日、土木学会付属土木図書館、道路の区域変更、道路の共用開始、茨城県法、第5958号、ピアニッシモ、45、 ありがとうございます。